やっていこうと思ってるんですけど、少し甘い匂いがします。入れちゃおう。さささささ、はい、どうも、ヤマさんです。今回なんですけど、こちらの商品ね、はい、見てください。ででん、どん兵衛ですね。はい、皆さん知ってると思いますけどね、どん兵衛の、はい、肉うどん、美味しそうですね。パッケージがね、じゅわり肉汁の旨味ということで、日清さんからね出ている。まあ、知らん人おるんかな、分からへんけど今回ね、こちらを使ってね、僕的に考えたんですけど、どん兵衛のこの肉うどんって、まあ正直なところちょっとね、肉感がない、ということでね、物足りなさがねちょっとあったんですよ。だからこれね、肉ねあるじゃないですか、ここの肉のところを全部ね、今回ね、このこれかな、これをね、火薬のとこあるじゃないですか、これをもうね、丼にしちゃおうかなと思って。丼、これね、ここのところ、と思ったんですよ。だから普通の丼兵衛とこの肉丼を今回作っていきたいと思います。はい、やっていきましょう。とりあえずなんですけど、まあ肉丼ね、ちょっと寂しいんでね、玉ねぎをね、まあ4分の1ぐらいかな、使っていこうかなと思います。まあ、なんでいきなりそんなんすんねんって感じなんですけど、まあおはようございますね。はい、まあ朝なんですけど、そういきなり思い出しました。ちょっとね、インスタントラーメンあったんで、使っていこうかなと思ってね、やっていこうと思ってるんですけど、半分もいらんな、これぐらいかな、これぐらいを、まあちょっと薄くね、切っていきます。こんな感じかな、これぐらいでいいでしょう。卵はね、1つ用意しといて、軽くね、なんかかき混ぜましょう。丼作るときって、この卵なんですけど、全部をね、混ぜない、この卵黄と卵白がね、ちょうど半々になるぐらいまでかき混ぜて作る感じがいいみたいですね。こんな感じかな、まあ、天一ね、キャンペーン中のお皿ですけど、はいはい、これで OK ですね。そしたら玉ねぎを炒めていきましょう。まあ火の方はね、まあ中火ぐらいですかね。油の方はね、軽く塗る感じで大丈夫です。こんな感じかな、いきましょう。まあ玉ねぎはね、軽く炒めといて、その間にねお湯をね、入れていきましょう、丼なんでね。で、今回の丼なんですけど、味の決め手は、この丼兵衛のスープと、つゆ、ポンつゆかな、を使って、味の決め手を作っていきたいと思います。とりあえず、スープ入れて、この粉末スープね。入れて、お湯を入れましょう。まあ、普通ですね、いつも通り。天まで入れましたね。あ、ちょっとね、寂しいんで、わかめちゃんと入れておきましょうか。わかめも結構ね、いい味出ますからね。で、5分ですね。はい、5分測っていきましょう。まあ、その間にね、炒めましょう。ちょっとほったらかしにしてね、ちょっとね、焦げちゃったかな。まあ問題ないやろ。
でもやっぱ玉ねぎ焼いてるだけでね、いい匂いしますね。うん、少し甘い匂いです。よし。で、これでなんですけど、もうすぐでね、4分ですね。うん。のところでね、ちょっとね、さっきのうどんのスープ入れましょう。まあ、半分ぐらいですかね。スープもね、基本的にあんまりね、飲まない人もいると思うんで、まあ、ある程度。3分の1ぐらいかな。うん。3分の1入れましょう。入れてるときにさっきのね、この火薬、お肉の火薬に入れましょう。肉の旨味を出していきましょうか。はい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 と。これでね、多分ね、すごく美味しいと思う。うん、もう味がついてるので、まだ肉の旨味でしょ。ポン酢ね、いらんかな、もしかしたら。今考えてたんですけど、これでもね、多分味がついてるので、問題ないかな。うん。3分ね、今、あとね、2分、3分切ったところでね、うどんができるので、その間にね、作っていきましょう。ちょっと味見しようか。うんうんうん、あ、ああ、はい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 。うん。全然いけるな。でもな、ちょっとだけ本数入れようか。本数ね、ちょっとだけ。この4倍かな。4倍濃縮。ここね、ちょっとだけ。気持ちね。気持ち入れてあげましょう。卵を入れることによってね、少しね、味がね、薄まっちゃうんで、ちょっとね、この段階でね、味はね、濃いめにね、設定していきましょう。うん、あ、これは来た。うん、よし。で、2分切ったところでもうね、はい、味もね、もう染みたと思いますわ。スープね、さっきのスープ吸って、うん、いい感じですね。で、少し固めましょう。真ん中に、ね、真ん中に固めてあげて、固めてあげて落としていく。卵よいしょ、まあ、こんな感じかな。少し待ちましょうか。この状態。その間にね、ご飯用意してね。うどんもね、やっぱそのまま食べたら、食べる？ん？食べるんじゃなくてね、お皿にね、盛り付けていきましょう。まあ、盛り付けることによってね、まあ、ちょっとね、見栄えもね、変わってくるんで、ご飯の方はね、もう人それぞれ、もうお好みで。200g ぐらいかな、大体ね。まあ、1人前なんでね、まあ、定食みたいな感じで作っていきましょう。まあ、こんな感じかな。もう大体半熟ぐらいになったぐらいで大丈夫ですね。うん、周りからね、うん、剥がれてきたかな。こんな感じかな。どうやろう。薄ったくね、少しずつ剥がしていきましょう。まあ、形崩れても大丈夫ですけどね。うん。崩れたら大丈夫なんで、こんな感じかな。フライパンね、やっぱテフロン系の感じがいいですね。かかりやすいんで。OK ね。で、お皿に盛り付けよう。こんな感じかな。ちょっと減らそうか。ペットボトル邪魔や。はい、できましたね。ちょうど、こんな時間かな。形崩れちゃうな。菜箸ありにくいな。菜箸ありにくいんでね、ま、形ね、大事にするんやったらね、こんな感じ。うん、
んな感じかな。うん、でちょうどね5分も経ったところで、さっきのうどんもね入れていきましょう。よいしょ。うん、うまそう。めちゃくちゃうまそうやな。あとはねお好みなんですけどね、他にいりごまかな、いりごまパッと出て飲みますって感じかな。ちょっと見ちゃう。はい、できましたね。こんな感じですね。今回はね、どん兵衛の肉うどんをね、簡単に作れる肉のね、丼と普通のどん兵衛作りました。まあ、1つでね、2つの料理、まあ、アレンジなんですけど、まあ、本当に簡単にね、味付けもできて簡単に、すごくね、美味しいと思います。はい、ぜひね、皆さんどん兵衛ある方、まあ、時間があったらいいと思いますよ。時間がある方はね、ぜひこのやり方作ってください。ありがとうございました。